午前での誇張のうまい日本の礼儀と習慣のスケッチより1867年出版画学は日本の古典音楽の一つ以下宮内庁式部職学部に伝わる日本の画学を中心に述べるアジア大陸の諸国からもたらされた音楽や舞に上代以前から伝わる音楽や舞が融合して日本化した芸術10世紀頃の平安時代に 大まかな形態が成立し、今日まで伝承されている。元は奈良時代にまで遡る。現在においては以下の3つに大別される。画学の原理は宮尾聖の学部で、俗学の体。国内の宮内庁式部職学部による定義では、宮内庁式部職学部が演奏する曲目のうち、洋楽を除くものとされる。多くは、気楽曲で、 宮廷音楽として継承されている。現在でも大規模な合奏形態で演奏される伝統音楽としては世界最古の様式である。ただし、平安時代に行われた落成改革により大陸から伝来したものは編曲や整理統合がなされ国風化しているためかなり変化している。主に京都の貴族の間で行われていた 宮廷音楽としての画楽の形態については、応仁の乱以降、江戸幕府が学士の末裔を集めて再編するまでの100年以上は、各、家々で細々と継承を続けてきたため、同じ曲でも流派によって何通りもの解釈が存在する。また、口述するように、明治時代以降は演奏速度に変化が見られる。七力のカタカナで記されている譜面を昇華として歌う。 時に、ハ行の発音をファフィフ・フェッホと発音する。など、16世紀以前の日本語の発音の特徴などは、そのまま伝えられている可能性が高い。学美和の譜面のように漢字で記されるものは、中国の敦煌で発見された。美和。太も類似点が多く、さらに古い大陸から伝わった様式が多く継承されている。最も重要な資料としては、コマキン,ンの教訓書。 豊原光明の体現賞安倍末直の楽記録が日本三大楽書とされている。明治前定譜に収録され、現在演奏されている曲は原稿曲と呼ばれ、当学103曲と高来学32曲がある。現在楽譜が残っているが、明治前定譜にない和楽の曲は円楽と呼ばれ、現代では稀に復曲されて演奏されることもある。また曲名は、 資料で確認できるが、楽譜が現存せずすでに演奏が不可能な画楽の曲は、防湿曲と呼ばれる。画楽の古典曲の総数は、原稿曲だけでなく等楽や、防湿曲も含めると、原稿曲の倍以上に上る。現在では、画楽のジャンルの中では、等楽が最も有名であることから、一般的に画楽というと、等楽のイメージが強い。 カスが根源元気五世紀前後から中国、朝鮮半島などを大陸像から伝えられたとされる武学が林遊学と呼ばれ、東学に分類される。から儀式用の音楽や舞踊が伝わるようになった。大法元年の大法令によって、これらの音楽と合わせて日本古来の音楽や舞踊を所管する画学寮が創設されたのが始まりであるとされる。この頃は、東学、古来学、 北海学、林遊学等大陸各国の音楽や楽器を後半に扱っていた。中国の雅楽は儀式に模様される音楽であったが、日本の雅楽で中国から伝わったとされる雅楽の様式は、この雅楽とは無関係で、当の宴会で演奏されていた円楽という音楽が元になっているとされる。ベトナムの雅楽や韓国に伝わる国学は中国の雅楽に由来し、 日本の雅楽とは異なる。天平商法4年の東大寺の大仏海岸法要の際には、雅楽や儀楽が壮大に演じられるなど、この頃までは大規模な演奏形態が取られていた。また、宮中の他に四天王寺、東大寺、薬師寺や幸福寺など一部の大きな寺社では、雅楽寮に属さない学士の集団が法要などの儀式で演奏を担っていた。平安時代になると、 画学寮の規模は縮小され、宮中では左右のこの F の官人や天上人、自社の学人が画学の演奏を担うようになった。貴族の間では儀式や法要と関係のない私的な演奏会が模様されるようになり、儀式芸能としての画学とは性格をことにする、宮廷音楽としての画学が発展していった。この流れの中で、サイバラ、漏洩、今用など、 娯楽的性格の強い歌い物が成立した。当学、高来学の作風や音楽理論をもとにした新曲も盛んに作られるようになった。また、平安初期から中期にかけては落成改革と呼ばれる、全身的な変更が行われた。三冠、墓会の楽は、右方の高来学として、中国、天竺、林友などの楽は、左方の当学として分類された。また、 カタキョウやゲンミナなど他の楽器で代用できるものや役割の重なるいくつもの楽器が廃止された。この他にいくつかの変更を経て現代の画学に近い形が整い本格的に日本独自の様式として発展していくことになる。平安時代末期からは地下人の学家が台頭するようになり、宮中では鎌倉時代後期以降はそれまで活動の主体であった。 天上人の学家に代わって、画楽演奏の中核を成すようになる。この影響で流的に代わって、地下人の楽器とされていた七力が、楽曲の主戦律を担当するようになった。室町時代になると、応仁の乱が起こり、戦場となった、京都の学人は地方へ飛散し、宮中の画楽の担い手である貴族の勢力は大きく、衰退した。また、乱により、 楽譜などの資料や部学小族の大半が消失した。蘭が、雅楽に与えた影響は大きく、多くの演奏技法や曲目が失われ、宮廷音楽としての雅楽はほぼ断絶した。京都では、蘭の後しばらく残った楽書や、各学人によって細々と雅楽が伝承される、状態が続くことになる。一方で四天王寺など京都から離れた寺社では、 乱の前後で雅楽の伝承にはあまり影響がなかったため、後に、宮中雅楽の復興に大きく関わることになる。大木町天皇、御用税天皇の代になると四天皇寺、幸福寺などの寺社や地方から京都に学人が集められ、雅楽の関わる宮廷儀式が少しずつ復興されていった。江戸時代に入ると、江戸幕府が、なんと楽勝、天皇寺楽勝、 京都方の楽書を中心に、金利様楽人衆を創設し、宮中の画学の復興を行った。江戸時代の画学は、この三方楽書を中心に展開していくこととなる。三大将軍、家光の第二は、紅葉山にある徳川家康の病所での祭儀のため、三方楽書より八人の学人が江戸に召喚され、現那四年に、寺社奉行の参加に、紅葉山学人が設置された。 画楽を愛好する大名も増え、宮中では朝木全般の復興が行われる中で、古曲の復曲が盛んに行われるようになった。明治時代に入ると、明治政府によって、味方楽書や、紅葉山楽書の学人が東京へ招集され、画楽曲が編成された。しかし、各楽書、楽家によって演奏方法や舞の振り付けが異なっており、 伝承されていた楽譜や曲名にも差があった。そこで無用な圧力や演奏に際しての不都合を避けるために急遽、これらを統一する作業が行われた。この時楽曲の主者選択が行われ、明治選定譜と呼ばれる楽譜が作成された。明治選定譜の楽曲がどのような考え方で選ばれたのかは不明である。明治選定譜の作成後は、 選定曲以外の曲の演奏を行わないことになったため1000曲以上あった楽曲の大半が途絶えたとされている。しかし、江戸時代後期にはすでに80曲余りしか演奏がなされていなかったとの研究もあり、この頃まで実際にどの程度伝承されていたかはよくわかっていない。画学の演奏風景現在、区内省画学部は、 区内庁式部職学部となり100曲ほどを継承しているが、使用している楽譜が楽部創設以来の明治、剪定譜に基づいているにもかかわらず、昭和初期から現代にかけて、大半の還元曲の演奏速度が遅くなったらしく、曲によっては、明治時代の3倍近くの長さになっており、これに合わせて、奏法も変化している。これは廃絶された。 還元曲を現代の奏法で復元した際に演奏時間が極端に長くなったことにも現れている。このような変化や率と量が意識されなくなってきていることなどから現代の画学には混乱が見られ全体としての整合性が失われているのではないかと見ている研究者もいるがその成立の過程や時代ごとの変遷を考慮すれば時代ごとの画学様式があると見るべきで 確かに失われた技法などは多いが現代の奏法は現代の奏法として確立しているとの見方もある。近年では霊学者などの団体が廃絶曲を現代の科学様式に合わせて編曲して復曲する試みを行っている。失われた演奏技法や廃絶曲を古楽譜などの当時の資料に基づいて復元し、 平安時代の画学様式を再現する試みを行っている団体もある。また、口述のように画学の新曲や画学の要素を含んだ音楽の創作活動も行われている。画学の演奏をインターネットの動画共有サービスやイベントで披露する個人やグループもある。人情舞国風歌舞と歌い物を古代歌謡と総称する場合がある。 楽器のみの演奏を還元と言い,い、主として屋内で演奏され、舞を伴う演奏を部楽と言い,い、主として屋外で演奏される。還元は、管楽器、弦楽器、内物に分けることができる。すなわち、左方の楽は、管楽器は横笛、七力及び小を、弦楽器は美は及びことを、内物は太鼓、小鼓及び格好を、右方の楽は、 感覚器は駒笛及び七力を、弦楽器は美和及びことを、内物は太鼓、小鼓、三の鼓をそれぞれ用いる。ただし略式では弦楽器が除かれる場合がある。一曲を奏するには、はじめ音頭の横笛、または駒笛が一人奏し始め、これに内物がつき、譜書から他の感覚器がこれに合奏し、 それから十二節ずつ遅れて順に美は及びことが参加する。曲の終わりは、各楽器の温度のみが止めてを奏する。還元を奏するとき、同じ調に属する複数曲を集めて、順に奏するので、最初にその調の音取り、または調子を奏する。中古以降、その間にサイバラ及び漏洩が加えられ、時には、うち一曲が残楽とされた。曲には、序派。 旧があり、西洋音楽でいう、第一楽章、第二楽章、第三楽章に相当する。序、派、旧を完備する楽曲は、高上楽など極めて少ない。多くの場合、破のみあるいは旧のみの演奏となる。序、派、旧を投資で演奏することを、一部と呼ぶ。曲の調子には何種類かあったが、現在は、当楽に6種類、後来楽に3種類が残る。 以下の上から6つまでを一般に、東学の6調子という。高麗表情は、陽音回と同じ我楽の世界観では、一越調は、すべての中心の調子とされる。早朝、大式調、表情、晩式調はそれぞれ春、夏、秋、冬の調子とされ、古くはそれぞれその季節にそうされた。私もの我楽のレパートリーで親しまれている調子とは、 別の調子にのっって演奏することも可能である。その場合は、西洋音楽の胃腸とは異なり、その調子に含まれる音階に沿って演奏されるため、メロディラインが若干変化する。エテン楽を表情と番色調で聞き比べて例に、挙げると、表情では、d e ベビドとなるが、これを西洋音楽の論理にのっって、完全5度下に移調すると、g r a ア r ガとなる。 それに対して、晩式調では、G 深い EF ブボブとなり、途中から完全4度下の異調になっていることがわかる。これは、一つには現代使用されている楽器が、表情のためのもので、特に、主旋律を奏する七力の音域が狭いため、他の調子を演奏するときに、部分的に変えて演奏せざるを得ないためである。このような部分で流敵が、 補足的に本来の音に近いメロディーを吹くことになり、その部分がヘテロフォニーと呼ばれる、ズレの現象を伴って演奏されることにより、独特の味わいが出ることとなる。実際は、さらに複雑で、大式調や万式調の絵展楽を、聞き慣れた表情と聴き比べると、同じ曲とは思えないほど、全く違う雰囲気になる。譜面も別に作成され、評価も変わる。 歌料品においては、私物では曲名も鳥に変わる。実はリズムも私物において変化することがある。還元ではただ表紙で演奏される曲が部学になるとよるたら表紙となって変わってしまうものがいくつかある。一つの曲に使用される音列が変わったり、リズムが変わったりするところは、インドの古典音楽のラーガマーリカやターラマーリカ等と共通するものがあり、 特に画学で誘白の概念は、インドのターラの概念に近いものがあることは、小泉文雄の指摘するところである。明治期に仏教や道学に由来する調子が廃絶した。講義には、国風歌舞も含まれる。以下の分類には、例外や、異論もある。作法と、右法等を経由して伝来したものを、作法舞といい、伴奏音楽を闘楽と呼ぶ。 朝鮮半島を経由して連来したものを、ウフォーマイと言い,い、伴奏音楽を、高来楽と呼ぶ。ヒラマイ舞ラマ舞は、文マ舞とも呼ばれ、武器などを持たずに舞う、穏やかな感じの舞。仮面をつけずに、上層束で、四人で舞う曲が多い。例外として、ブリホコはホコを持つ一人、舞、青海派、カリョウヒン、料品、ョウは、別小族、アマ、ニノの舞は、仮面をつけシャケや符を持つなど、 相舞相舞は、有毛な仮面をつけ、符や矛を持ち、平前舞に比して、活発な動きで舞う有宋名舞。別装族で一名で舞う。竹舞竹舞は、立ち、剣や矛を持って舞う有毛名舞。文舞に対する言葉、二名、または四名で舞う。同舞同舞とは、玄服舞の男子が舞う舞学のことである。近代以降は女子あるいは、成人女性が舞う場合も多い。 下記の事情から銅米は特に関東地方においては希少価値が極めて高い。過量品と古調は銅米専用の曲であり、その他にも抜刀や感情楽、なそり等、銅米のバージョンがある曲が原稿曲に数曲ある。仮面をつけずに白塗りの厚化粧をするのが原則であるが、素顔のままや薄化粧の場合もある。女前女前とは、 妙霊の女性が舞うブ学のことである。平安末期には中絶し、文献上のみの存在となっていたが、1970年代に一部の団体が復活させた。龍花園は、もともとは、女舞専用の曲だったが、長年還元のみだった。その他にも、通り家や五条楽等に、女舞のバージョンがあった。仮面をつけずに、白塗りの厚化粧をするのが原則であるが、 素顔のままや薄化粧の場合もある。バッ輪ーリングタブリ保護広報に、大太鼓が見える東楽高来学雑落平安以降、東楽の曲目と高来学の曲目が番枚としてセットで上演される場合が多くなった。その一覧を示す。2013年秋の京都御所一般公開での、画楽の演奏還元の合奏の中心となる楽器は、一般的に三巻、三鼓。 両弦の8種類と言われる。これらの楽器は大変高価であるが、七力や流的には練習用の安価な楽器もある。その他に尺拍子などが使われることもある。章はこうに結露すると音程が狂うので演奏の合間に必ず温めておく。このため夏でも火鉢や電熱器をそばに置く。七力は舌を柔らかくするため緑茶につける。 三巻については次のような説明がなされる。この三つの管楽器を合わせて三巻と呼ぶ。合奏することで宇宙を作ることができると考えられていた。合奏時の主な役割は主旋律を七力が担当する。七力は音程が不安定な楽器で同じ指のポジションで超二度くらいの差は唇の締め方で変わる。演奏者は 本来の音程より少し下から探るように演奏を始めるため、その独特な雰囲気が醸し出される。また、その特徴を活かして、塩梅といわれる、いわゆる拳のような装飾的な演奏法が行われる。流敵は、七力が出ない音をカバーしたりして、旋律をより豊かにする。 ショーは独特の高校しい音色で楽曲を引き締める役割もあるが、七力や流的の演奏者にとっては、息継ぎのタイミングを示したり、テンポを決めたりといった役割もある。ショーは、日本の音楽の中では珍しく、火星を醸成する楽器であり、その火星は、雅楽用語であいたけという。基本的には6つの音から構成され、4度と5度音程を、 組み合わせた二十世紀以降の西欧音,音楽に使用されるような複雑なものであるが、調律法が平均率ではないので不協和音というより、むしろ澄んだ音色に聞こえる。クロード・ドビュッシーの和音は、ショーの影響が見られるという説もある。三鼓とは、カッコ、章庫、太鼓であるが、カッコの演奏者が洋楽の指揮者の役割を担い、全体のテンポを決めている。 両弦とは、学美は、ことのことで、演奏者が一定の音形を演奏し、拍を明確にしている。章の楽譜は、基本的には、あいたけの名前を順に並べたものとなっている。それに対して、七力と流的の楽譜は、章下がカタカナで書いてあり、その左側の漢字が音程を表す。いずれの場合も、右側には、黒丸や小さな黒点が書いてあり、 黒丸は表紙、黒点は小表紙を表す。楽譜に書かれる繰り返しに関する用語としては、二辺、字ゼ、重東、回東、偏譜などが挙げられる。二辺は字ゼのところから、字ゼがなければ、曲の頭あるいは前の二辺の直後からそのフレーズをもう一度繰り返すというものである。重東は曲自体を繰り返すときに、一回目の終わりに加えられる。 フレーズで、重い頭を経て冒頭に戻る。替え頭も、曲自体を繰り返す時のものだが、こちらは冒頭に戻らず、替え頭のフレーズを演奏してから、偏プの位置へと戻るものである。現代の画楽のテンポは、多くの西洋音楽と比較しても、非常に遅い場合が多いが、還元より、部学の方が早い傾向にあり、還元曲であっても、 武学会の最終に武学武器で奏される長下手などは、画学としては、非常に早いテンポとなっている。歴史的には、前述のように、昭和初期から現代にかけて、大半の還元曲の演奏速度が遅くなったということもあるが、近代以前に遡っても、平安時代の演奏と江戸時代の演奏とでは、江戸時代の演奏の方が遅くなっているという説もあり、平安時代の演奏を、 当時のものと思われる早い店舗で再現する試みもある。両王の装束の人形を2013年秋の京都御所一般公開にて、アンマの装束の人形を2013年秋の京都御所一般公開にて、学人の正式な装束は遺憾、または仮犬が原則であるが、明治以降に学部がひたたれを制定して、以降は神社仏閣や、 民間の伝承団体でもひたたれを着用する場合が多い。ひたたれの場合、生地は海松色と呼ばれる見る角度によって色彩が変わる美しいものが使われる場合が多い。略式では比較的安価な白衣にばかま、稀に夏には統一の浴衣となる。装束を統一しない場合、装飾は方位、女性は女性侵食装束やミコ装束。 一般的な和服の場合がある。通常、化粧しないが、武人と兼人の場合や、祭り等によっては、厚化粧の場合もある。武人の装束は、国風株や歌い物では、白系、等学では、赤系、高麗学では緑、茶、高褐色系が多い。それぞれに、特定の曲目専用の装束と、複数の曲目で共通に使う装束がある。 曲によっては指定の仮面を着用する場合がある。仮面をつけない曲の場合や、仮面が指定された曲を、女性や少年少女が舞う場合は仮面をつけずに、素顔のままか、化粧をする場合がある。なお、これらの正式な装束、仮面は大変高価であるため、これらを購入できる、神社仏閣、団体は大規模な神社、寺院や財政に余裕がある団体に限定される。また、 同前以外のほとんどの小族は、成人男性、または女性用に仕立てられ、また、重量があること、仮面をつけた場合に視野が制約されること、長く伸びている部分があるため、振付に関しても伸びている部分の裁き方等の難易度が高いこと、また、東日本においては、伝承団体のメンバーのほとんどが成人であることと、財政に余裕がない場合が多いことから、少年少女の育成に、 消極的な場合が多い。育成している場合でも略式なら、安価な装束で住む還元と、裏安の舞等にとどまり、部学は行わないか、行う場合でも成人に限られる場合が多い。したがって、道前は特に、関東地方においては、希少価値が極めて高い。現在、国立劇場の企画の一環として、廃絶された楽器や楽曲を復元する試みが、 行われている。これを総称して、霊楽ないし円楽と呼ぶ。柴助康が音楽監督を務める霊学者が演奏活動を行っている。九語、五言美は、玄美な、廃章、尺八、大七力、片経など、明治時代にも章僧院に残る残血を参考に、久語や五言、美話などを復元したことがある。江戸時代から途絶えることなく伝わる。 漆工芸や螺鈿の技術等により、工芸品としては高度なものであるが、弦の張力は演奏に耐えるものではなく、演奏のための楽器としての復元は昭和になってからで、ある。画学の原稿曲以外の曲名は、古文書で確認できるものだけでも次のようなものがある。円楽と防湿曲の区別には曖昧な部分もあり、古文書で、 流的や微話など一部パートしか楽譜が現存していないものや、ある特定の原稿曲のことではないかとする説があるものなどもある。霊学者の芝スケアスなどはそういった円楽の数々を復曲しているが、一部パートしか楽譜が現存していないものでも、その残りのパートを作成して復曲した例もある。雅楽の特に還元曲は、歴史的にテンポが遅くなっていく傾向があるので、 廃絶された還元曲を現代の奏法で復元した際に演奏時間が極端に長くなったことは前述の通りだが、版式調の版式三軍などはその良い例である。画学機を用いた宗教音楽、祭典学などがある。国立劇場では画学の編成のための新しい作品を現代の国内外の作曲家に移植し演奏している。 国立劇場以外の民間でも同様の試みが行われている。特に、竹光徹の秋若一具は優秀な解釈により頻繁に演奏され、現代画学の欠かせないレパートリーとなっている。ポップスの分野では、七力、焦燥者の陶器秀樹が七力の音色を活かしたポピュラー音楽の編曲及び自作を演奏し、メディアにも頻繁に出演するなど、 画学のイメージを一新し一般に紹介している。また、陶器の他に、画学機も用いた、演奏集団、マホラ、音楽理論の分析、研究に重点を置き現代的画学局を創作する、吉川八万神社宮寺、久じめかず主催の現代画学ユニット、天地画学、主に画学局をアレンジした演目を多く演奏する、虎露会などがある。富田伊の、 現地物語幻想公共絵巻。コンサートホールではなく神社等で行われるもの。は、同前が登場また、画学協議会が2005年より発行している、画学だよりや、アメリカ合衆国スタンフォード大学音楽学部クラマのウェブサイトで、画学や現代画学の研究成果を閲覧できる。近年は、日本国外においても、画学の価値が高まり、特に、 アメリカが衆国コロンビア大学では、科学アンサンブルが結成され、熱心な指導が行われ、学生を京都、東京に派遣している。ありがとうございます。